はい、どうも、こんちゃ、こんちゃでございますね。今日どこ来てるかっていうとですね、金島駅ですね。金島駅というのに来てますね。ここは一体どこなんだっていうとですね、渋川駅から一つ来たですね、吾妻線の駅でございましてですね、ついに吾妻線に手を出した僕ちゃんでございますがですね、この駅ちょっと面白い駅なんで、順次レポートをしていきますね。何が面白いかっていうとですね、一番面白いのはですね、ここがぐるーっと振り返るんですよね。振り返るとこの駐車場がないんでぐるっと車が路駐してるんですよね。要するにここ駐車場がないんですよ。駐車場がないのでみんなね路駐してるんですよね。でこれ多分パーク&ライドでみんな車をですね、ここに止めて電車乗ってでどっか行ってまた帰ってくるというですね、こういうシステムになってるんですから、この駅ここね行き止まりなんですよ。実質まあ細い路地がちょっと入ってるんですけど、細い路地があるだけでズドンなんで、みんな止め放題みたいな感じになってるわけで、なんかね、だから駐車違反じゃないんですよね。駐車違反じゃないんですけど、なんかいきなり面白いなと思ったんで、まずこれからスタートでございますね。はい、ここは単線区間でございますのでですね、電車がですね、何両編成だろう、4両編成かな、4両編成ぐらいでですね、へこへこ入ってきたんで、これをですね、まあ乗ってですね、行くわけです。降りる人いるのかな、乗車される方は1人ねいらっしゃるようでございますが、降りる方はいらっしゃるのでしょうか、その辺はちょっとわからないですね。4両編成ですね、4両編成の何系だっけ、210何系っていうのがよくわかんないけど、そういうのが来ました。あ、そしてあっちからも出れるんだ。あ、向こう側からも出て、そしてこっち側に、あ、駐輪場があって、あ、こっちにも駐車場があるんですね。あ、これは意外だったな。ちょっと意外でしたね。跨線橋があるんですけれども、駅の入り口がですね両側にあるんですね。いや、これは面白いな。ちょっとですね、これからじっくりですね、要するに向こうが北口で反対側が今私が来たところが南口ってことなんでしょうかね。はい、新米橋行きですね。新米橋行きの、4両編成の、オールロングシート車ですね。全部ロングシートですね。はい、単線区間の方に入ってまいりますね。2人の方がね下車されましたですね。あ、なんかふわーんと音立てましたね。なんだろう、なんかあったのかしら。まあいや、よくわかんないけど、まあ行ってらっしゃい、行ってらっしゃいですね。40キロ制限がかかってる踏切を渡って、渋川駅の方に電車が向かってまいったわけでございますね。こんな感じでですね、向こうの遠くに見えたのは新幹線だと思いますね。上越新幹線の下をですね、単線で電車がくぐってるというような感じだと思いますね。で、一面ですね、こう河川敷のような広いで、河川敷っていうのがね、広いでこう敷地がですね広がってるような感じで、これは多分コンクリートのプラントじゃないかなと思うんですよね。すごいですね。こんな感じで行くというような感じですね。はい、今行った電車がですね14時13分発の渋川行きで、次がですね、30何分まで20分ぐらい電車が来ないので、その間にちょっとですね駅の周りのレポートを簡単にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、これが、金町はあれだよ、葛飾区だよ。で、ぐるっと回ると、こんな感じですね。風紀の湯っていうのは近くにあるみたいで、歩いてすぐですね、やっぱりあそこにあるの、さっきあったホームの向こう側にあったのは、コンクリートプラントで、その向かい側にですね温泉があるようでございますね。そして、これが、駅舎でございまして、駅舎のこちら側に、自転車置き場らしいのがありますね。自転車置き場らしいのがあって、その奥にお便所があるのでお便所チェックしてみましょうね。はい、これが金島駅ですね。金島駅があって、でぐるっと回って、ホームがあって、この一番奥にある突き当たりのが明らかにお便所でございますので、まずお便所チェックですね。あと、ここに流し台がありますが、この流し台は何のためにあるのかよくわかんないです。あれが金島駅で、ここにお便所がありまして、でこっちの方からもですねお便所アプローチができるようになってます。お便所アプローチっていうか駅のアプローチだと思うんですけどね。で、こうやって行って、
で、ちなみにここからもですね、駅のホームに、出れるようになっております。で、このトイレなんですが、あ、大丈夫だな、こんな感じでですね、4式の温水洗浄便座なし、トイレットペーパー付きということですね。はい、水を時々出してます。凍結防止ということですね。これでタッチ便が一つあって手洗いがあるということですね。で、ここからホームに入れるということなんで、ここからホームに入っちゃいましょうかね。ボタンが咲いてますね、ボタンが咲いてて、向こう側にもいろいろ電車が止まってるよ、電車が、電車じゃねえや、車が止まってるよみたいな感じですね。で、多分これが、コンクリートのプラントなんで、あの奥にあるこの建物ですね、この建物が多分風紀の湯というですね、温泉だと思うんで、本当は駅からすぐそばなんで、鉄オタの方でお風呂入りたくなった時はここを使うというのは一つありだということは情報として提供させていただきますね。なんかこのスペースは何なんですかね、よくわかんないですけど、スペースがあって、なんかまた小屋があって、この小屋は何の小屋かな、変電室、蓄電機室って書いてありますね。エアコンがついてるから中に蓄電機があるという部屋でございますね。そんな感じで、結構駅のホームの幅は、広うござんすが、あとどうなんのかしら、よくわかんねえや。ちなみになんですがですね、あっちのですね、奥地行く、奥地って万座風沢口の方かな、草津の方に行く方面の、待合室はこんな感じですね。駅のこの出発口を兼ねておりまして、乗車証明書発券機があって、時刻表があって、で、こんな感じで待合室になってますね。代行バスの発着場所なんかが書いてありますね。こんな感じになっていて、で、ぐるっと回って左にお便所でございますね。そんな感じになってますね。それで、なんか電光表示板があるんで、なんかお知らせ事項があるときは、ここで、なんかできるようになってるということですね。で、これが、スイカは使えないと、スイカは非対応ということでございますね。それでどっちが1番線でどっちが2番線か分かんないですけど、多分駅舎のあるこっちが、つまり草津湯方面に行くやつが1番線だと思うんですが、なんか引き込み線みたいのが1本あってね、昔は貨物の引き込みをやってたんだろうなということで、こっちとこっちで2つもともとはあったんだと思うんですが、1本は撤去されて、もう1本だけ残してるけど草ぼうぼうであんま使ってないよみたいな感じですね。で、ここに貨物用の昔のホームがあって、で、こっち側も貨物用のホームとしても使ってて、で、今は、対面2面の、乗車、あの電車、旅客専用の鉄道になってるという感じだと多分思いますね。はい、これがね、1番線で、こっちが草津の方行くやつですね。草津に行く方の先端で、7両ですね、7両編成まで、対応してるということですね。で、この引き込み線はですね、こんな感じですが、ちゃんと、本線とつながってますね。踏切じゃねえ、ポイントはちゃんとここにあってね、機能してるっぽいですね。だから何かで使うのかもしれないですね、よくわかんないですけど。で、こんな感じになってて、で、向こう側の方になんか、バラストとかですね、枕木とかそういった鉄道の資材がいっぱい積んであるということですね。で、金山駅というこういう待合室があって、非常に最近できた新しい待合室があるということですね。あ、なんか鉄道の補正員みたいな方がですね、車でいらっしゃってますね。それじゃあね、金島駅の跨線橋を上に上がっていきたいと思います。よっこいしょっと、今上に上がってますけれどもね、よっこいしょ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 感じでね、よいしょよいしょ、こんな感じです。よっこいしょっと、で、今、上に上がってきました。こんな感じですね。新幹線来ねえかな、上越新幹線、あれが上越新幹線なんですよね。それで、まあ、ポイントで分かれてるのが、二股ポイントで分かれてるのがよく見えますよね。で、金島駅のホームです。で、こんな感じですね、こんな感じでございまして、あそこにあるのが、日帰り温泉入浴施設で、で、こんな感じになってて、電車、車がこっからね、こう、先ほどの方がご案内のように、ここで電車が先頭で止まって、こっから出入りして、そして自転車置き場と駐車場はこっち側の方にあるんですね。自転車置き場と駐車場は基本こっち側が中心ということになっているということですね。で、これは金島駅の、ホームが2つあって、それでぐるっと回って、周り民家がところどころ止まってますね。まあ、駅地下で便利ですからね、ここはね。これは金島駅のね、ずっと渋川の方に向かう方面でございまして、これは金島駅の、待合室ということで、まあ、こんな感じでございますね。時刻表はこっち側にはついていないんですね。時刻表はついてないんですね。ということは、
こっち側の方から電車来た人は時刻がわからない。どこにも時刻表がないですね。で、これが駅舎でございましてね、補正員の方がいらっしゃいますね。それでホームがあって、これが先頭車両、先頭の4両編成がここに止まると。そしてここにですね、出入り口があるんですよね。これは気づかなかったですね。ここにですね、出入り口があるので、あっちが金島駅の南口で、こっちが金島駅の北口ということになってるわけですね。で、ちゃんとですね、コンクリートでというかアスファルトで固めてるので、これはですね、正式な出入り口というふうに考えていいのかなと思うわけでございますね。で、この先に、自転車置き場と、それからまあ車の駐車場があると、まあ、こんな感じのご案内になっているということで、このままずっとですね。で、ここは多分、誰が好き勝手止めてもいいような駐車場だと思うんですよね。何の正し書きも書いてないと思うので、多分大丈夫だと思いまして、そうですね、ここも自由に止めていい駐車場っぽい感じですね。ですから、まあどっちを優先するかですね。行きに跨線橋を乗るか、帰りに跨線橋を乗るかっていう、そういうですね、判断になると思いますね。32分発のですね、草津方面に行くやつですね。どこ行きなんだろう、どこ行きだか分かんないですけど、草津の方面に行く普通電車4両編成が入ってまいりました。行き先、まあ、万座風間口行きですね。で、あの先端まで止まるんですね。あ、この先端まで止まるって感じなんですね。で、ぐるーっと行ってこっちですね。結構な人数の方が降りてますね。1人2人、あと跨線橋を渡られる方も何人かねいらっしゃいますね。3人向こうに行かれましたね。3人ほど向こうに行かれて、さらに2人3人1、2、3、4、5、1人だけ跨線橋を渡られて、まあこっち来て、まあこちらの方から行かれるんだと思うんですけど、結構やっぱり渋川から近いだけあって、利用者の方はなかなか多いなってことですね。で、ちゃんと後ろに車掌さんがいらっしゃるんですね。ワンマンではないですね。結構降りたな。あ、もう1人跨線橋を渡られて2位、8人ぐらい下車されましたね。8人ぐらい下車されたということですね。そんな感じです。そんじゃせっかくなんで、ちょっとね、駅の周りをね、ちょっとだけヘコヘコ歩いてみるの悪くないかなと思うんで、今ですね、金島駅の、北口の方で、北口ですって、これが北口でございます。これが北口でございますが、北口を出てですね、へこへこちょっと歩いて、南口の方までぐるっと一周してみようかなって、そんなことを考えてますね。北口から南口へ、金町駅周辺散策ということで、やってみましょうかね。こちらに下車された方はね、2人ともですね、あれですね、お連れの方でございましてですね、車に乗って行かれましたね。ですからもう、どっち、行き跨線橋を渡るか、帰り跨線橋を渡るかの、まあ、選択ということですね。で、あそこを渡るとですね、車が通ってるじゃないですか。あれ、トンネルでぐるっと回ると向こうに出るって、それだけの話なんですよね。で、あれが、温泉施設ということなんで、温泉施設はいいな、めんどくせえから見なくて。で、これがコンクリートプラントですね。で、ここヘコヘコ降りていくと下に行くというような感じです。そうですね、これがコンクリートプラントで、あのままぐーっとアップにすると、温泉施設の名前が、あれ看板出てますよね。どっかに出てたな、出てた、まあいいや、出てるということですね。あれが温泉施設です、間違いないです。で、これがコンクリートプラントですね。でけえプラントだな、しかしね。そうですね、これがね、吾妻線の、まあ、鉄橋で、で、あそこが、あの奥が駅で、で、これがコンクリートプラントで、あの奥にこう見えるのが、まあ、温泉施設ということなんで、本当に駅から歩いてすぐ温泉なんでね、いいと思いますね。ちなみにコンクリートブロック1個2500円で販売ということでございますね。はい。まあ、必要な人は買ってください。そんなことです。じゃあちょっと渡ってこっち行ってみましょうか。コンクリートプラントのところにね、1個2500円の看板出たの私、初めて見ましたけどね。まあ別に、まあ売ってるんでしょうね。近所の知り合いのコンクリートプラントに聞いてみようかな。ブロック1個いくらで売ってますかって今度聞いてみようかな。2500円より。高いのか安いのか、ちょっと興味ありますけどね。あ、後ろがね、吾妻線の鉄橋です。じゃあちょっとヘコヘコ歩いていきます。で、こっち、こう来て、で、ここになんか路地がありますね。
これがコンクリートプラントですがね、なんかすごい立派な土蔵がありますね。この土蔵ものすごく立派ですねすげえな。でこれずっと歩いていって、この道行くとですね、さっきのお便所の脇にいてるはずでございますね、ずっとちょっと歩いていくとですね、多分そうだと思いますね。ぐるっと回って、そうですね、しかしこの土蔵すげえな。でこの土蔵の脇を抜けるとぐるっと回ってですね、この角を曲がるとさっきのあのお便所のとこに出るわけですね、まあこんなことになってますね、ちょっとね、尺が短かったんでこうやってね時間を稼ぐ僕ちゃんでございます。ちなみにあそこにねお便所があってね、ここにロープを張ってあるんですけど、ですね駐車禁止って書いてありますね。ここをですね駐車場代わりに使ってた人がいたんですね。まあ使いたくなりますよね。ちょうどここを止めて、そしてこここのトイレの脇からここからホームに出れるんですよ、さっきご説明した通り、なんでここっていうかここ駐車場で開放してあげればいいのにと思うんですけどね。なんでなのかしら、このアプローチ道路の住民の方がうるさくて迷惑になるからかもしれないですけどね。ここまあここを駐車場にしてもらえればあそこの路中なくなるはずだと思うんですけどね。まあどういった事情があるんでしょうか。じゃあこのお便所の方から階段上がっていきます。というわけであれが駅舎 でこれがお便所 でこれがさっきの道で、その脇の空き地が JR 用地で、駐車禁止って書いたんだけど守らないんでさらに柵までできちゃったというですね、そういった場所ですね。なかなか面白いな。なんかこういった細かい駅でもねドラムがあっていろいろ面白いですよね。そうなんですよね、こうやってみんな路上駐車をしてるじゃないですか。まあ別にこれも迷惑に誰になってるわけでもないからいいと思うんですけどね、ぐるーっと回ってでこちらの方のトイレの裏に広い空き地があるというような感じで、でここにプラットフォームなんですが、プラットフォームの脇に案内図が書いてあるんですけど、すすけて全然読めないんで分かんないですね。でぐるーっと回ってですね、あとここの民家なんですが、民家にですねなんか銅像があるんですよ。民家の銅像ちょっとこれだけチェックしてみましょうかね、あれが金島駅ですね。金島駅で、そしてこれ民家なんですけど、普通の民家なんですけど、銅像があるんですよね。なんか立派な銅像があるんで何なんですかね、民家の中にあんな立派な銅像があるってちょっと珍しいなと思ってちょっと気になりますね。あとここにバス停がありますよね。ちょっとバス停チェックしてみましょうか。はい、金島駅前関越交通ですね。なんかバス停があってでこんな風になってますね。日曜祝日は両方とも休みということなんですけどですね、神田原先回り、なんだろう、渋川駅の方に行く循環バスが1日に、何本か出てるというような、感じですね。はい、どういうバスなんでしょう。あと金島駅の駅前にはですね、関東ふれあいの道っていうですね、渋川の道っていう案内があってですね、まあこの辺いろいろ歩けるよっていう案内があって、あ、渋川スカイランドパークっていうのがあるんですね。あんま行く気、まあ子供がいたら行ってもいいなと思いますけどね、そんな感じですね。でぐるーっと回るとさらにですね、川島の由来っていう石碑がありますね。ここは金島ですよね。ここは金島駅なんですが、川島の由来というのがあります。はい、そうですね。金島の地形っていうのが、地名っていうのが、川島の地名っていうのがあるんですね。そして、この川島の由来っていうのが出てるんで、この辺は川島なんですね。この辺は川島という地名なんですね。でも、駅は、ザン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 、金島金島駅なんだけど川島なんですね。なぜっていう感じですね。そうですよね、金島駅ですよね。で目の前には渋川市川島自治会出汁格納庫ってありますから、お祭り用のなんかねすごいものがこの中に入ってるっぽいですよね。でこっちにも多分お祭り用のなんかが入ってるんでしょうね。なんかすごいですよね。由緒正しき町なんですね。でも駅は川島駅なんですね。ちなみにこの仏像の、このお偉い先生の後頭部なんですが、どうですかね、刈り上げてますかね。微妙ですね、刈り上げてますかね。ちょっとこの辺の判断はつきかねますね。ちょっとね距離が遠いんでね、刈り上げてるか刈り上げてないか各自のご判断にお任せいたします。でこれが、貨物船の、ホームということですね。そうですね、こんな感じで駅があって跨線橋があって、そしてまあ、こんな感じになってますね。
車止めが昔はここにあったんですけど、車止めなくなっちゃってますから、ここはもう死んでんですかね。車止めがね、普通は生きてる線ならここに車止めがあるはずなのに、車止めのあのバッテンマークがないってことはやっぱり死んでるんですかね。よくわかんないですね。まあよくわかんないということで以上ですね。発電設備とかありますね。まあだいたいね、周りぐるっとね回ってみて、まあこんな感じですよね。ここは川島地区なんですけど、駅は金島地区、金島駅ですが、川島地区の金島駅ってことですね。この川とあの金と川の違いはですね、一体どこで生まれたのかで、この辺はちょっと興味があるような気もしますが、まあどうでもいいかみたいな感じですけどね。そういったわけでね、JR のですね、金島駅南口ですね、北口もあるって気づかなかったね。まさかね、こういうところで南口と北口と2つあるとはですね、ちょっと予想しなかった初めての展開ですねって感じですね。非常に面白かったです。じゃあこれでですね、金島駅のレポートを終わります。ありがとうございました。今ですね、これ路線バスですね、路線バスが到着しましたね。いや、びっくりしましたね。今帰ろうとしたらですね、これ路線バスです。さっき紹介したここにバス停がありましたよね。バス停があった路線バスが到着してですね、ここに頭突っ込んで展開してここに寄せるんですね。でお客さんが来るのを待つというような感じになっているということでございまして、今帰ろうとしたらですね、路線バス来たんでびっくりしたんでちょっと撮ってます。じゃあこれで本当に撮影終わります。以上になります。